メッセージありがとうございます。今回はチャンネルをご視聴いただいているカンタさんから素敵なメッセージをいただきましたので、アンサー動画を作りました。カンタさんありがとうございます。視聴者さんからのメッセージ、いつも楽しく視聴しています。いないいないバーからお母さんと一緒に移り変わり、6歳になった息子は最近鬼滅の刃やポケモンに夢中です。とても素敵な番組とは思いますが、何か子供に見せるテレビや映画でおすすめがあれば、ぜひレポートしてください。カンタ。素敵なメッセージありがとうございます。現在注目している映画があります。子供に見せるには絶対おすすめです。それは煙突町のプペルです。目次、煙突町のプペル物語。子供におすすめな理由、超豪華声優陣が発表。映画「煙突町のプペル」の物語。いつも熱い煙に覆われ空を見上げることを忘れた煙突町を舞台に、星を信じる少年ルビッチとハロウィンの夜にゴミから生まれたゴミ人間プペルが星を見つける旅へと出る、もう一歩踏み出したい全ての人に送る感動の冒険物語となっています。私が考える子供におすすめな理由、これからの日本を生きていくために必要な子供たちへのメッセージがたくさん含まれていると思っています。西野さんはこの映画に全てをかけていると言っていますね。その理由は西野さん自身の人生そのものをこの映画に詰め込んだからだと思います。逆にこの映画が失敗してしまったら自分の人生を否定されてしまいますから。西野亮廣さんってどんな方？西野さんのプロフィールはこちらです。1999年、梶原雄太さんとキングコングを結成します。2001年になり、跳ねるの扉のレギュラーになります。順風満帆に見えましたが、思い描いたスターになれず本人的には挫折。2005年、タモリさんからのアドバイスによって絵本作家へなります。芸人仲間から非難されると話されています。2010年、クラウドファンディングにより初の海外絵本展を開催。当時はクラファンがまだ浸透されておらず、日本中から非難されておりました。後にクラファンは行政も積極的に行うほど、今の日本には欠かせないものとなりました。そして2015年、渋谷ハロウィン翌朝、ゴミ拾いイベントを行います。アンチたちに、西野より早くゴミを拾ってやると嫌がらせを受けたと番組で言っておりました。2016年、お笑い芸人引退を宣言。タレント仲間に非難されています。後に襲うコロナによってタレントの働く場が失われ、西野さんの相談するタレントが続出します。2018年、突然店舗を閉鎖した問題を受けて、被害者を対象としたリベンジ成人式を行います。これを見てわかる通り、西野さんは誰かに迷惑をかけたわけでもなく、むしろ人のために走ってきた方だったのです。今まで世間、SNS、同期、先輩、後輩からいろいろな言葉を浴びせられてきました。そして西野さんが人生をかけた2020年、100年に一度の巨大な波、コロナが映画界を襲います。それでもいろいろ乗り越えた西野さんは多分ワクワクしているでしょう。そんな風に生まれたこの映画は絶対に子供たちに見てほしいと思うのです。最近はニュースなどで誹謗中傷による悲しいニュースが増えていますね。おそらく今の子供たちはこれから大人になるにつれてもっともっと厳しい世界で戦っていくと思います。いろいろな困難を乗り越えて、そして必ず成功するという西野さんの全てをかけた映画、これからを生きていく子供たちへ絶対に大切なメッセージとして届くのではないかなと思います。映画予告ムービーと豪華声優陣の発表がありました。
久保田正孝さん、芦田愛菜ちゃん、JO1 太平小生さんら声優キャスト発表。ゴミから生まれたゴミ人間プペルを演じるのは、 NHK 連続テレビ小説エールでも主演を務める俳優の久保田正孝さん。そして父の教えを守り、いつも空を見上げ星を信じ続ける少年ルビッチを演じるのは、映画星の子で主演を務める女優の芦田愛菜ちゃん。夢を信じてはいけない街で星を信じ続ける二人を繊細に演じるルビッチに信じる勇気を教えた父ブルーノを演じるのは、原作者西野さんがブルーノのモデルにしたと語る落語家の立川志の輔さん。ルビッチを信じる母ローラを小池栄子さん。おしゃべる鉱山泥棒のスコップをオリエンタルラジオの藤森慎吾さん。煙突町をくべるレター15世を野間口徹さん。星を信じるルビッチを笑うアントニオを伊藤沙織さん。影の独裁者の俊明を宮根誠司さん。アントニオの友達デニスをグローバルボーイズグループ JO1 のメンバーである太平小生さん。煙突掃除屋のスーさんを飯尾和樹さん。頼れる煙突掃除屋アイパッチを山内圭也さん。煙突掃除のボスであるダンを国村俊さんが演じます。カジサックさん憧れのラグランシエルがオープニング主題歌を、ハイドさんのハロウィンパーティープペルバージョンに決定。ハイドさんからのコメントはこちらです。もともと煙突町のプペルが大好きだったので、今回オファーをいただいて本当に嬉しかったです。ハロウィンがまだ日本に定着していない2005年からハロウィンイベントをやっていましたが、イベントで歌う曲が世の中になかったので、理想的なハロウィンソングを作ろうと思って作ったのがこのハロウィンパーティーという楽曲です。やりたいことを詰め込んだので、この楽曲を超えるハロウィンソングは作ることが難しい。もし似た曲を作ってと言われたら悩んでいたと思います。しかし脚本や絵コンテを見せていただいて、この曲でこの曲が流れている雰囲気、煙突町の住人が踊っている様子を想像してアレンジをしていきました。映画煙突町のプペルは今までにない独特な世界観で、クオリティも本当に高く、この作曲に参加できたのは本当に光栄です。ご視聴ありがとうございました。煙突町のプペルは、夢や希望を持つことさえできなくなった町の物語。そして今、2020年、100年に一度のコロナが世界を襲い、今まさに夢や希望を持つことが難しくなりました。ぜひ子供たちにルビッチの生き様を見せてあげてはいかがでしょうか。詳しくは概要欄をご覧ください。